チャオ、あちゃんです。今日5月の3日、ゴールデンウィーク初日、もうゆるい1日を今日は過ごそうと思ってね。まあ朝ダラダラして、で、お昼ご飯食べて、だからあと映画見ながらダラダラしておりますということで、1本見終わったんで、2本目見る前にポテチでも食べようかなと思って買ってきたポテチ。ドラゴンポテト。なんかね、変わったの。いいか、見つけた。始まりの黒胡椒味、ドラゴンポテト冒険バージョン、始まりの黒胡椒味、インド産黒胡椒使用。ちょっと面白そうなんで買ってきました。食べてみたいと思います。ハサミ。よいしょ。ね。袋の中に広がる世界、ピリッとスパイシー、異国の風の先にドラゴンが待っている、さあ冒険の始まりだって書いてあるんだけど、うんこみたいな形でね、うんこの形のポテチです。はい、ということでドラゴンやねんて。ほら、トグロ巻いたドラゴン、食べてみたいと思います。あ、おいしい。なんかね、ふわっと軽いねん。うん。で、黒胡椒がね、ほんのりピリッと効いてて、芋の味がすごいしっかりしてる。うん。おいしいよ、これ。うん。うん。おいしい、おいしい。ってことでね、今日はね、トラック野郎の第2話を、第2弾を見たね。で、昨日ちょっと前に、トラック野郎3本ぐらい見てて、最終話10弾と、3弾北へ帰るっていうのと、もう一本何弾目やったっけな、あれ、忘れた。黒沢敏夫が出てるやつみたいなね。で、今日は、第2弾を見終わって、次第4弾見ようかなと思って、どんだけ飛び飛びで見ねえって、順番バラバラに並んでるからね、見てんねんけど。今からまた続き見ます。はい、続いては第4弾を今から見ねえけどもね。で、ということで、ポテチ食べながら、見ていきたいと思います。ね、ジュースもなんか取ってきて、うん。ダラーンってしながら映画を見る。ゆるく過ごす一日を過ごしたいと思います。ということで、ゴールデンウィークゆっくり過ごすのもいいと思います。ということでね、みんなもね、まあ、遊びに行くのもよし、家で映画見るのもよし、ということで、ゆるく過ごしてください。今日のちゃん、コンビニで買ってきた、フリトレイのドラゴンポテト冒険バージョン、始まりの黒胡椒味、インド産黒胡椒仕様でした。結構ね、面白い形で、竜の形とか、うんこの形とかね、面白い形で、美味しいよ、これ。結構、ポテトの味がしっかりしてて。胡椒がいいスパイスになっててね、これは好きです。あっちゃん結構いいです。胡椒もそんなに効きすぎず、塩もいい感じやし ね、変な雑な味せんへん。芋がポテチとかでちょっとこう、なんていうのかな、ふわっとなってんねんね。こんな感じやから、なんか食べ応えがあるっていう、口の中でお芋さんがとろけて、ほどけてとろけるっていうのかな、次に芋の味がすごく口に広がるのが美味しいです。これ結構あちゃんは好き。はい、ということで、今日のあちゃん、ドラゴンポテトの紹介と、トラックヤード見るよーっていう一日の過ごし方、いいなと思ったら高評価をで、応援コメントとチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。では第4弾この後見ていきたいと思います。